はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらとこちらですね、ベイブレードバーストのジークエクスカリバー 1IR とデジタルソードランチャーです。はい、ということで2017年9月16日本日発売のジークエクスカリバーとデジタルソードランチャー購入してきました。はい、早速開きましょう。うん、はい、なんかこんな風になってましたね。はい、じゃあステッカーなど貼っていきます。はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがジークエクスカリバー1アイアンですね。はい、はい、じゃあ早速セットしてみましょう。はい、硬い硬い、すごい硬いじゃん。うん、へえ、はい、こんな感じですね。めっちゃかっこいいね。うん、剣がメタルになってる。メタルになってるね。うん、すごいこう稲妻が走ってるみたいな感じになってますね。うん、でコットアビリティがソードインパクトなんだね。うん、特に何か動くわけじゃなくて、このメタルの剣でこうバーンとやるのがコットアビリティみたいな。うん、でディスクが1でドライバーがアイアンですね。うん、この先が金属なんだね、これもね。うん、だからかなり重量系のベイになってますね。はい、でジークエクスカリバーには一応このライトランチャーついてきてました。うん、でもこれは使わないね。そうだね。はい、そしてこちらがデジタルソードランチャーですね。うん、ブルー買ってきました。はい、レッドじゃなくてね。うん、この差し込み口が2つあって、こちら側が右回転で、こちら側が左回転と、うん、いう風になってますね。はい、いいよ。はい、出た、あ、出た出た、なんか出た、こんな表示になってますね。うん、これもうシュートしろっていう指示かな。そうだね、押して。はい、いくつかな、1491かな。おお、あ、なるほどね。じゃあパパもやってみるね。はい、ゴーシュン。すごい、すごい、1638か。おお、あんま変わんないね。うん、こんな感じで目に見えてパワーが出るのはいいかもしれないね。うん、面白いね。一応ベイロガーもつけられるみたいです。はい、じゃあこのジークエクスカリバー早速シュートしていきましょう。はい、じゃあ早速シュートしていきたいんだけど、うん、デジタルソードランチャーの中にこんな注意書きがありました。はい、なんとですね、クォーターディスクとワンディスクをシュートすると横の方向になんか飛んでいっちゃうかもしれないらしいんだ。なんでちょっとこれは危なそうなので、うん、私が使います。はい、で、エイシン君がジークエクスカリバーとベイランチャー LR、うん、これでシュートしてみたいと思いますね。はい、はい、じゃあエイシン君まずはシュートしてみてください。うん、おっしゃ、おお、こんな感じ。あ、やっぱアタック系だね、これは完全に動きが ね、いいじゃん。お、じゃあ私はまずこれを使いたいなと思います。ゼノエクスカリバーの6ボルテックスゼファー、この好きなやつでね。はい、うん、僕はジークエクスカリバー、はい、C2-1。 おっと、どうだ。あ、うわー、いきなりやられた。 C2-1。 おっしゃ、あっという間にバーストしちゃったけど。3、2、1。おっしゃ。さあさあ、近づいてきた。うん、あっ、どうだ。あー、到着かな。うん、じゃあ私はこれに買います。ブレイズラブナウフの4スターブローネメタルゴッドチップ付きです。はい、3、2、1。おっしゃ、逃げろー、逃げろー、こっちの方が。よし、3、2、1。よし、よし、逃げない。よし、ジークエクスカリバーね、逃げが、やばい、バースト。あ、これはいける、いける、よし、マジかよ。3、2、1。よし、まともにやり合うな、あいつは危険だ。よし、逃げろ、やり合え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 、あともにやり合うな。よし、やり合った、やり合った。よし、いける、あ、やばい、今回いける。おい、あ、はい、続いて私はこれに変えますね。レジェンドスプリガン7マージ、はい、左回転なので、これもこちら側に変えます。はい、3、2、1。おっしゃ、おい、うわー、3、2、1。おっしゃ、うわー、やられた、オーバー、3、2、1。おっしゃ、おっしゃ、オーバー。じゃあベイ変えて、ギャラクシーゼウス4メテオプラネット、うん、メタルゴッドチップ付き。はい、3、2、1。おっしゃ、いけない。お、いいよいいよいいよ、そこでバースト来い、いける、いける、よし、おーし、マジかよ。3、2、1。おっしゃ、上を飛び越えたからさ、真ん中で待機、待機、
バースト、来い。いける、今回はいける。おい。3、2、1、ゴーシュ。待機、待機。これ、剣にさえ当たらなければ大丈夫。危ない、危ない。これ、バースト。はい、ということで今回はベイブレードバーストの GQ エクスカリバー 1IR とデジタルソードランチャーでした。はい、ということで今日の動画面白かったなと思ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクもお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それではチャンネル登録もよろしくね。ということで GQ エクスカリバーめっちゃ強いね、これ。うん、すげえ強いと思う。すごい、こんなバースト久しぶりに見て楽しかったね。うん、はい、ということで今回以上でございます。バイバーイ。